ロメルメナ・マルカク・ボリンゴリは、ベルギーアントウェルペン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。ベルギー代表。ポジションはフォワード。同国歴代最多得点記録保持者。5歳の頃、地元ベルギーのチームである、ルペル・ボーム FC でサッカーを始めた。そこで4年を過ごした後、リールセースのスカウトに才能を見出され、2004年から2006年の、 間同クラブでプレーし、68試合で121ゴールを決める活躍をした。2006年、ディールセース系がベルギー2部リーグに降格するのと、同時期に RSC アンデルレヒトに移籍した。RSC アンデルレヒト2009年にトップチームに昇格し、5月24日にジュピラーリーグのプレーオフでスタンダールリエージュ戦に途中出場しデビューした。 2009年12月17日、ヨーロッパリーグのアヤックス戦で2ゴールを挙げる活躍をした。UEFA 主催の大会では、ニーランプティ、ニクラスベルクロートに次ぐ、史上3番目に若い16歳218日でゴールを記録した。このシーズン25試合で15ゴールを挙げ、ジュピラーリーグ2009から10の得点王になった。また16歳10ヶ月での得点王は、 ジュピラーリーグ史上最年少である。チェルシー FC2011 年8月18日、念願だったチェルシー FC への移籍が5年契約で決定した。背番号は18番。8月27日のノリジシティ FC 戦にフェルナンド・トーレストの交代で途中出場し、プレミアリーグデビューを果たした。移籍当初はカップ戦で起用されることが多かったものの、 2012年5月13日にプレミアリーグのブラックバンドオーバーズ戦で初先発。この試合でジョン・テリーのゴールをアシストし、試合の MVP に輝いた。しかし、その後はこれといった活躍はなく、出場機会には恵まれなかった。その後、ルカクは当時のチェルシー指揮官であるアンドレ・ビラス・ボアストの不仲を暴露し、絶対に許すことはないと、 ビラス・ボアスに対する怒りを語っている。ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC 当初、フラム FC がローン遺跡での獲得を画策していたが、2012年8月10日、ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC にレンタル遺跡。8月18日のリバプール FC との開幕戦でリーグ戦初ゴールを記録した。11月24日、70分にシェーン・ロングと交代すると、 ペナルティーキックでのゴールとマーク・アントニーへのアシストで2得点に絡み、サウサンプトン FC の本拠地セントメリーズスタジアムで4から2の勝利を収めた。この勝利は、1980年以来のリーグ1位の1でのウェストブロム初めての4連勝であると判明した。2月11日、リバプール戦で途中交代し、彼の10番目のプレミアリーグゴールを得点した。 このシーズンは飛躍を遂げ、プレミアリーグ35試合に出場し、17ゴールを挙げた。最終節のマンチェスターユナイテッド戦では、ハットトリックを決め、チームを5から5のドローに導いた。この試合が、アレックス・ファーガソンの1500番目の試合であり、また、ファーガソンの監督歴の中で最も多い得点での引き分けとなった。このシーズン、 プレミアリーグで十七ゴールという記録でゴールランキングの六番目となった。また、チェルシーから放出されたにもかかわらず、二千十二から十三シーズンのチェルシーのどの選手よりもゴール数が多かった。その後、レンタルバックでチェルシーに戻り、UEFA スーパーカップでチェルシー FC の一員としてバイエルミュンヘンと戦った。また、二十三歳以下を対象とした。 フィーフ年間最優秀若手選手賞にノミネートされた。エバートン FC2013 年9月2日、エバートン FC にレンタル移籍。2014年7月30日、エバートン FC に5年契約で完全移籍した。背番号は10番で、移籍金はクラブ史上最高額の2800万ポンド。2014年8月10日、 完全に遺跡後発の得点を記録した。また、そのシーズンの初めてのマージーサイドダービーにおいて2得点を決め、後にこれまでのサッカー人生の中で一番いい経験だと語った。2016から17シーズン、2016年9月12日のサンダーランド戦でハットトリックを達成した。2017年3月のプレミアリーグ最優秀選手に選ばれた。 2017年4月21日までに、リーグ戦24ゴールを記録した活躍が認められて、プレミアリーグの年間ベスト11に選出された。2016から17シーズンは25ゴールを決め、得点を争いで2位となった。またファン選出の2016から17シーズンプレミアリーグベスト11に選出された。マンチェスターユナイテッド FC2017 年7月8日。 マンチェスターユナイテッドは、ルカクの遺跡に関し、エバートン FC と合意したことを発表。7月10日、マンチェスターユナイテッド FC と5年契約を結んだことが発表された。8月13日、ウエストハムユナイテッド FC との開幕戦で2得点を決めて勝利貢献した。3月31日、ユナイテッドは、 プレミアリーグ第32節でスウォンジーをホームに迎え、先発出場したルカクは、前半5分、FW アレクシス・サンチェスの横パスを左足で、ゴール左上に突き刺し、24歳322日でプレミア通算100ゴールを達成。この記録を達成したのは、ルカクで28人目となり、ベルギー人では初のこと。さらにプレミア史上5番目の若さだった。 在籍2年間で公式戦96試合42得点13、アシストというスタッツだけ見れば立派だが、格上相手だと活躍できない勝負弱さを露呈、低調なパフォーマンスで、たびたび批判を受けた。インテルミラノ2019年8月8日、インテルミラノへの完全移籍を発表。契約期間は2024年までの5年間契約。報道によれば移籍金は、 最大8000万ユーロとされており、インテル史上最高額の遺跡金となる。背番号は9番。開幕戦となった、レッチェ戦で早くもゴールを決めると、第2節のカリアリ戦では、決勝ゴールを決め、第4節のミラノダービーでもゴールを上げ、第11節のボローニャ戦で決勝点を含む2ゴールを上げた。2020年8月11日、UEFA ヨーロッパリーグ。 準々決勝では、欧州リーグ史上初となる9試合連続ゴールを決めて、勝利に貢献した。決勝のセビージャ戦で PK によるゴールを決めて、連続得点記録を11試合とするとともに、インテルの歴史上これまでロナウドが保持していた、年間最多ゴール数である34ゴールに並んだ。しかし、相手 GK との1対1を外したこともあり、チームは2から3と敗れた。 2020から21シーズンのリーグでは20ゴール以上を上げてチームを懸念、またリーグ2位となる11アシストを決めチームに貢献、約11シーズンぶりとなるリーグ優勝をもたらし、同シーズンのセリエアムベップに選出された。チェルシー FC 復帰2021年8月12日、チェルシー FC に復帰し、5年契約を結んだことが発表された。金は、 チェルシー史上最高額となる9750万ポンドと報じられた。UEFA ユーロ2020でのルカク2010年3月3日、クロアチア代表との親善試合で A 代表デビュー。11月17日のロシア代表との親善試合で、ルカクは A 代表初得点を含む2得点を挙げた。2013年10月11日のワールドカップ予選。 クロアチア戦では2得点を挙げ、ベルギーのワールドカップ出場決定に貢献。2014年5月に FIFA ワールドカップのベルギー代表メンバーに選ばれた。5月26日、プレトーナメント新善試合のルクセンブルク戦で、ルカク自身初の代表チームでのハットトリックを達成。しかしこの試合は FIFA フフがベルギー代表に許した6試合を超える7試合目だったために、 公式的な記録とはならなかった。2017年8月31日のワールドカップ予選ジブラルタル戦で公式戦初めてのハットトリックを達成した。2018FIFA ワールドカップのグループリーグ初戦パナマ戦では2ゴール、2戦目のチュニジア戦でも2ゴールを決め、ベルギーのグループリーグ突破に貢献した。ワールドカップにおける2試合連続の2ゴールは、 マラドーナ以来の記録となった。ユーロ2 0 2 4戦サンマリノ戦で、ベルギー史上初の代表通算50ゴール達成した。ユーロ2020、グループリーグ初戦のロシア戦では2ゴールを決めて、勝利に貢献。1ゴール目を挙げた際にはカメラに向かい、インテルのチームメイトで、試合中に倒れ込み意識を失ったエリクク戦を、激励する言葉を投げかけた。 第3戦のフィンランド戦でも1ゴールを挙げ、準々決勝のイタリア戦でもペナルティーキックでゴールを決めたが1から2で敗れた。ベルギー北部に位置するシアントウェルペンに生まれる。今後民主共和国にルーツを持つ。相手ディフェンダーをものともしない、強靭なフィジカルと突破のスピード、爆発的なシュート力を合わせ持ち、ディディエドログバ2世として注目を集める。チチロジェルカク。 弟ジョルダン旅客、いとこのボリボリンゴリムボンボンもサッカー選手。熱狂的なチェルシー FC ファンとして知られていたが、2011年8月にチェルシー FC と契約を結び、晴れて憧れのチームの一員となった。上記の他に2014年5月26日のルクセンブルク戦でハットトリックを達成しているが、この試合ではルールで定められている。 以上の選手交代が行われたため、同試合及び得点は FIFA 非公認記録となっている。ありがとうございます。